三菱倉庫級本社、三菱倉庫株式会社は、東京都中央区日本橋に本社を置く、物流を主な事業とする企業。三菱グループに属しており、三菱金融会と三菱広報委員会に加盟している。三菱倉庫の前身である東京倉庫が1887年に創設されてから、1918年に今の三菱倉庫への社名変更を経て、 2007年で創設120周年を迎えた。三菱財閥の中では、日本郵船三菱商事、三菱重工、三菱 UFJ 銀行に次いで創設された伝統と歴史のある企業である。1930年に竣工し本店があった江戸橋、倉庫ビルは、船体を連想させる特徴的な外観を持ち、表現派風建築の代表的作品として、 東京都選定歴史的建造物の選定を受けている。本店は同ビルの建て替えのため中央区新川に一時移転したものの2014年に竣工した日本橋ダイヤビルディングに再び戻った。日本橋ダイヤビルディングは旧江戸橋倉庫ビルの外壁を随所に保存した高層建築であり東京都選定歴史的建造物に選定されている。大きく分けると 物流と不動産業の二つに分類される。倉庫事業をはじめ、港湾運送、国際輸送、そして不動産事業が主な事業内容である。物流事業は120年の伝統を誇り世界中に関連会社を持ち、実績は日本の倉庫業界では主位である。日本最大の倉庫も保有している。各国主会社との連携も強く、医薬品。 化学品取扱いでは実績が高い。神戸、六甲アイランド、東京大井と東西2カ所で合計約6 3000冷蔵トンの冷蔵倉庫を持つ。また、不動産事業での収益も大きく、ビル、商業施設、住宅と活発に展開している。ビル事業では東京ダイヤビルディングをはじめとするデータセンター対応ビルを多く手掛けており、賃貸ビルでありながら、 非常用発電機や高い耐震性能、マルチキャリア等を兼ね備えたビルの分野では、パイオニアであり、日本最大規模のシェアを持っている。商業施設は、関西で、複合商業施設である、神戸ハーバーランド等がある。また、関東では2006年8月24日に、横浜駅東口に横浜ベイクォーターが開業した。住宅事業としては、ナビウレ横浜タワーレジデンスや、 m、MM、m タワーズフォレススをはじめとする分譲マンションの開発も手がけている。横浜駅東口の同社敷地の再開発の締めくくりとして、同駅周辺では最大規模であり、統一された衣装とガラスカーテンウォールの外装が特徴の横浜ダイヤビルディングを2009年12月16日に竣工させた。横浜ダイヤビルディングは地上31階、地下2階、 東屋2階、高さ157.7メートル、延べ床面積69,977平方メートルであり、3から6階までは商業施設として隣接する横浜ベイクオーターと各フロアで接続して一体化、7から30階の庭、中、高層部は賃貸オフィスで構成される。横浜ダイヤビルディングは、1990年代以降、大規模、 オフィスビルの開発が滞っていた横浜において久々に建設された大規模オフィスビルであり東京都内にて相次いで建設されている2000年代のオフィスビルに5セる高品質なオフィスビルである同時に建設されたペデストリアンデッキにて横浜駅と直結し雨に濡れずに駅まで行くことができる三菱倉庫の所有ビルには 横浜ダイヤビルディング広北館も存在するので注意が必要である。なお、ポートサイド地区にあるポートサイドダイヤビルの所有者は三菱重工業系列企業の非シエファシリティプロパティーズである。物流部門不動産部門。ありがとうございます。